湖を進む観光フェリー複雑に入り組んだ湖面、オイギンスコマタワ、サンマルティン湖は南アメリカのパタゴニア地域にある湖。アルゼンチンとチリの国境をまたいでおり、アルゼンチンのサンタクルス州とチリの愛ン州に一致している。湖面標高は250メートル、面積は1013平方キロメートル、湖岸線長は525キロメートルである。上空から見ると、 湖は指型の反乱国の一続きからなる。水面標高の変化しやすさを反映し、出展によって、両国領土の水面積は異なるが、554平方キロメートルがチリ領土にあり、459平方キロメートルがアルゼンチン領土にある。オイギンス氷河付近に最深部があり、アメリカ大陸の湖としては最も深い。 特徴的なライトブルーの水色は氷河の作間作用によって生じた岩粉が水中に浮遊していることによるものである。マジェール川や他の消火栓が湖に流れ込み、パスクア川の510平方メートル、秒の水量が湖から太平洋に向かって流れ出ている。チコ氷河と同じように、オイギンス氷河が東向きに湖方向へ流れている。両氷河は、 湖の西側を約3 5 0トルにわたって南北方向に伸びる南パタゴニア表現の一部である。1910年代まで乾燥した風が強く吹く湖周辺にヨーロッパ系移民は定住しなかったがその後イギリス系、スカンディナビア系、スイス系移民が羊毛を求めて牧羊を開始した。湖を訪れるための最も一般的な 観光ルートはアルゼンチンのエル・チャルテンとチリのビジャ・オイギンスの間を通るルートである。それぞれの名称は独立時の英雄の名前に由来している。アルゼンチンのホセデ・サンマルティン、チリのベルナルド・オイギンスともに南米諸国のスペインからの独立時に活躍した軍人である。チリ独立の際にはサンマルティンが執政官に選出されていたが、 サンマルティンはこの座を辞退して、オイギンスをチリの原種に指名している。湖は氷河による氷色地形が特徴であり、アルゼンチン領土側に4本、チリ領土側に4本、計8本の腕が突き出ているように見える。アルゼンチン側の4本の腕の面積は521平方キロメートルであり、サンマルティン将軍の栄誉を称えてそれぞれカンチャラジャーダ、チャカブコ、マイプ、 テラランチャという名称が付けられた。ありがとうございます。